いかがなされた初姫様、休まれていたのでは。姫の気持ちはわかりますが、ここは寝ることだけを考えられよ。されば致し方ない。少しお話でもいたしましょう。姫に礼を言われると調子が狂いまする。いえ、謝らないでくだされ。姫は変わられましたな、あの夜から。どうも他人のように思われて。なんと、やはり北浜城の晩餐で毒を盛られましたか。そのせいできっとおしとやかになられたのですな。まあまあ、夜も更けております。あまり声を荒げないように。それでどのようなお話をいたしましょう。ギャグなど言って笑い転げられても困りますからな。何か申されましたか。そうだ、姫の婿選びの条件を一度聞いてみたかったのです。今後の参考にもなります。ぜひお聞かせ願いたい。はい、常日頃婿は自分で見つけると申しておるではありませんか。そこを曲げて一つ。いつまでも大切にしてくれる。いや、変ではござらぬが、これは案外難しい条件かもしれません。もしれません。ほうほう、さすが見識が豊かでいらっしゃいますな。本当の？人の心は移ろいやすいもの。どんなに愛した人であっても飽きること、裏切ることはあるものです。それが人の世の常。いや、拙者はまだ心から愛した人に出会ってはおりませんゆえ。裏切らぬように努めましょう。だとしても信じています。愛した人ですから。どうなされました。姫、からかうのはおやめください。正直など。さあ、寝ましょう姫。違う、なんというざれ言。これは宗茂殿、声を荒げ夜半にいかがした。あ、いや、姫が眠れぬと申すので。とはいえ、他の者まで起こしそうな剣幕。面目ない。姫のせいで大の城殿に怒られてしまったではございませぬか。さ、もう寝ますぞ。いいからいいから、さあ眠りましょう。おやすみなさいませ、初姫様。
おお、これはこれはお姫様。どうやら一人のようだな。こんなところでお会いできるとは好都合だ。すぐには来れまい。大した度胸だ、お姫様。で、ここで見合いでもする気か？さすが立派なお姫様だとでも言っておこうか。それがどうした。それもまた仕方のないこと。俺は任務を遂行するだけだ。全てはあの方のご意志。お前を殺せば全て終わる。言いたいことはそれだけか。無意味だ。ではそろそろ覚悟を決めてもらおうか。名前？まあいいだろう。メイドの土産に教えてやる。俺は風魔霞丸。お前を地獄に送る者の名だ。覚えておけ。お姉ちゃん、こんなところにいたの？いつの間にかいなくなっちゃったから、みんなで心配して探してたんだよ。ち、邪魔が入ったか。お前、俺としたことが千載一遇のチャンスを逃すとはな。来い、僕が相手だ。また会おう。嫌でもすぐに会えるだろうな。おい、ちょっと待てよ。大丈夫？お姉ちゃん。わかった。でも、なるべく急がないと。あいつすぐに仲間を呼んでくるだろうから。もっと早く走れ、女。
どうぞお手を。まあ、しつこいな。こら、坊主に矢を射かけるとは何たる不届き者と言っとる場合ではないな。こらたまら。まずいな。どうした？矢の子の方へ逃げているが、誘い出されているのではないか。拙者もそれを案じておる。宗茂殿、この先は？森を抜け林道となり、やがて峠の岩場、そこまで行っては身を隠せる場所がない。間違いないわ。どうした？早く逃げねえとハリネズミにされちまうぜ。よう、時間を稼ぎたい。オーケー、じゃあこういう時はこれ。じゃじゃじゃん。なんだその金の玉は。へへへ。一旦左へ旋回する。ついて参られよ。ダメだ、何も見えんようになった。モンモン、何煙に巻かれてんだよ。いつも人を煙に巻くくせに。ようちゃん、当てつけを言ってる場合ではないぞ。目が効かぬ。もうしょうがないな。じゃあ手を引っ張ってあげるよ、おじいちゃん。おお、ありがとうよ。いつもすまないね。って誰がじいちゃんやねん。ひどい目にあった。だが、まだ目が痛むぞ。この加減を知らんガキが。そのおかげで助かったんだからいいだろ、ネクラのロス野郎。なんだと、この半ズボンマンが。半ズボンじゃないもん、ハーフパンツだもん、ハーフパンツマン。どっちにしろカッコ悪いの。目クソ鼻クソ笑うだ。半ズボンは小学生、ハーフパンツは大人が履くの。やだやだ、これだからおじいちゃんは。ほれ、おかゆができたよ。ありがとうよ、いつもすまないね。ってセスをまたじいさん扱いしよってからに。あ、モモ、白髪があるよ。え、嘘？なに？つか、お前は全部白髪だろ。あ、そっか。って、失礼な。白髪ではない、銀髪だ。静かに。せっかく追っ手を巻いたというのに、こう話ばかりしていてもすぐにまた敵に察知されるぞ。静かにしてよね。お前だろう。モンモン、シッ、待って待って、もで、幕には巻いたが、この後どうする、宗茂殿、お考えは。奇襲は敵の専売特許ではない。こちらも攻撃的なディフェンスを仕掛けたらどうかと考える。攻撃的なディフェンス。現在の東方の手駒はクイーン一つにナイトが6個。クイーンを城まで送り届けるのが勝利条件なれば。ナイトの駒を有効的に使うのが勝利に導く鍵と考える。考えるのは任せるぜ。で、どうしたらいい？ナイトを2名ずつの3チームに分け、それぞれ役割分担に応じ振り分けられた仕事をしていただく。クイーンを連れた本隊と陽動部隊、それにしんがりといったところか。さよう。
敵は我らが一塊で行動していると思っている。そこが付け入る隙。隙。しんがり2名はここでできるだけ敵を食い止め、他のチームが逃げる時間を稼ぐ。突破されて敵が流れ込んでくれば、次の2名が陽動部隊、つまりおとりになり、本体とは別ルートへ敵を引きつける。この2チームに敵が手間取っている間に、本体はクイーンを警護し、入場をせしめる。理屈は通っているが、敵に別部隊があり、先回りして手薄になった本体を攻められたら、その時はアウト、ジー、エンド、ゲームオーバー。ならばナイト6個で一気に敵に決戦を挑み玉砕するというのはどうだ。敵を切って切って切りまくる。じりじり逃げまくるより死に場所が選べる。それ、主らも一騎当選の働きもできよう。なに、負けると決まったわけではない。そういう考え方もあるけどね。一トン祭、これは遊びではない。命を無駄にするような危険は避けなければならない。どうする？俺は決められたことに従う。お姫さん、あんたはどうなんだ？うん、姫様のご意見をお聞かせください。我らの総大将はお姫様、どう考えかな？うん、わかり申した。では、拙者の案で参りましょう。いや、いずれにせよ、決めなければなりませぬゆえ。まだ悩んでるんだね。気にしなくていいんだよ。僕らは、お姉ちゃんを守るためにここにいるんだから。その通り。それに、別にムザムザとやられるつもりはねえよ。追ってなんざ、返り討ちにしてみせろ。姫、もしかしたらこれで永劫の別れとなる者もおるかもしれませぬが、姫はどうかご自分が生きることのみをお考えください。どう別れる？俺がお前と組む。見張っとかねえと何するかわからねえからな。それに俺には責任がある。とどめを刺せなかった責任か？拙者といると背中に気をつけねばならんぞ。おかしな真似は絶対にさせねえぜ。ならばいっそここで期待に応えてやろうか。拙者は構わんぞ。やめんか。互いの背中に気を向けているようでは姫は守れる。拙者が一等祭と組もう。依存はあるまいな、一等祭。うん、誰でもよい。もう、お前。まあまあ、うまく収まったではないか。陽ちゃんは拙者と組むんだよね。なんで？僕はジンと一緒の方がいいな。良いではないか、良いではないか。お主とはなぜか馬が合うからの。合わないよ。では拙者は神殿とということで。そうみてえだな。よろしく頼む、宗重さん。ちょっと話まとめないでよ。諦め、拙者も陽ちゃんはこうなる運命なのだよ。いらないよそんな運命。やめろ、スリスリすんな。最後にどの組が姫と行くかだな。宗重殿、貴殿は姫の守り役、城に届けるのは貴殿の仕事と思うがいかがか。確かに。しかし姫の警護はお主たちも花輪殿より受け負った仕事であろう。仕事に上下の差はないと考える。じゃあ、
分かってるよ、お姉ちゃん。無理に選んでくれとは申しません。適性から見て、ここはやはり拙者、神殿と共に参りましょうぞ。おう、任せてくれ。では、しんがりは拙者が。いや、しんがりは僕とモンモンでやるよ。小僧、邪魔立てするか。しんがりは敵を足止めするのが役目だろ。うん、そうでござる。襲ってくる忍者たちを先に行かせないようにするにはそれなりの機動力が必要になると思うんだ。ここに僕より機動力のある武芸者はいる？だが主の相棒は機動力があるとは思えんがな。え、セスト？足して2で割ると他のチームと変わらぬではないか。一等祭はいなかったから知らないだろうけど、お姉ちゃんをおんぶして走った時のモンモンはエンジン並みに機敏だったんだ。波っていうよりはエンジンそのものだな。ていうかゴリ、いった！あれすんだこの野郎！言葉の暴力、拳の暴力、御仏もそう説いて。嘘つけ！加減知らねえからでっかいタンコブできちゃったじゃねえか。ま、そういうことでしんがりは僕らがやるよ。依存はないが、モンモンはどうなんだ？拙僧か、用が残るというのならしっかりとしんがりを務めよう。ふん、ま、好きにするがいい。では、お取り役はボー殿と一等祭殿にお任せする。わかった。性に合わぬが仕方がないということなんだ、お姉ちゃん。ここでお別れだけど、この先も頑張らなくちゃダメだよ。姫がそのような顔をなさると残る者も心残りになります。まあね、でもそれはどの役目でも同じだから。ほら、笑ってお別れしよう。頑張って時間を稼ぐから、お姉ちゃんはその間にできるだけお城に近づくんだ。無茶しないとしんがりにならないんだけどな。あ、ごめんお姉ちゃん、悲しい気持ちにさせちゃったね。俺、よ、僕は泣かせるつもりじゃなかったんだ。姫、心配なさるな。ようにはこのモンモンがついておる。ほら、僕を子供扱いするな。それよりもこれから先も長い。疲れていては元も子もない。秘伝の足つぼマッサージはいかがかの。かたじけない。では一つお願いいたす。いや、姫に言ったのだが。昨夜の風呂でのマッサージが気持ちよくてな。ほう、もう忘れられない体になった。なしでは生きてゆけぬ体になったと。うん、いいんがよのう。
絵が、絵が、これがええのんか。ええな、ええな、それがええんです。よう、背中は頼むが、危ないと思ったら引けよ。大丈夫だよ、ジン。お前は俺よりも少しはしっかりしてるし、ま、ちゃっかりしてるから心配はいらねえと思うけど。ちゃっかりは余分だよ。だが、ついムキになってしまうとこがあるからな。そうなんだよ、それが気になるんだけど。約束は守ってもらうからな。なんかあったっけ？もう忘れてやがる。合コン、合コン。お前の代わりに出るはずの合コン、このことでお流れになっちまったが、きっちりやってもらうからな。忘れてたかと思ったよ。忘れるわけねえだろ。だから絶対城に戻ってこいよ。先に行って待ってるからな。はいはい、分かったよ。おいおい、別れの挨拶がだらだらと長いが、しんがりを残す意味がなくなるのではないか。嫌な野郎だ。だが言う通りだ。先を急ごう。よう、さらばだ。モンモン、また会おう。うん。ああ。ヨウ殿、モンモン殿、ご武運を。ジン、宗茂さん、お姉ちゃんをお願いします。城に無事に帰り着いたらパーッと。異種格闘技戦でもやるかの。望月藩男フェスティバル1850。カドクリアモンドリハー。どう。あ、野生に戻った。この二人、戻ってこぬ方が良いのでは。じゃあみんな、そろそろ行って。さらばだ、皆の衆。姫。うん、なんだか突然かっこよくなったぜ、お姫さん。なーに、それでこそ我が望月の姫君。領土のモンモン殿が時間を稼いでくれる間に少しでも前へ進みましょう。いい音が響いてきた。血が騒ぐ。姫、今は走ることだけを考えられよ。まだ初姫の見印届かぬか。
兄者、焦る必要はない。たとえ影の連中が打ち漏らそうとも、わしが必ずほぐってみせましょうぞ。わかっているが、信政、お前不安にはならぬのか。もししくじれば我らは大罪人ぞ。一族老頭にまで罰が及ぶ。しくじりませぬ。兄者の策が失敗に終わったことが今までに一度でもありましょうか。たとえ天に見放されようとも、兄者のためであればこの信政喜んで地獄に参りますぞ。心強いぞ信政。お前にも存分に働いてもらおう。もっと近くに寄れ、策を授ける。はっ。よいか、この城を出た。次に会うのは初姫の栗を携えてきた時のみ。承知。決して兄者のご期待に背きはせぬ。